現れたのは探検隊の格好をしたピカチュウ。子供たちは手を振ったり一緒に写真を撮ったり、やはり人気です。今日から岐阜県博物館でポケモン化石博物館が始まりました。どうしてきたの？ポケモンの化石を発掘するため。来てみてどうだった？楽しかった。ポケモンの世界と私たちの世界、似ている2つの標本を並べることによって比較しながら観察することができるんです。ポケモンの世界の化石ポケモンと実際の化石や古代の生物を見比べて、自然科学を身近に感じることができます。チケットは事前予約制で、週末にはチケットが完売する日もある人気ぶりです。カブトプスが好きですね。自分が小さい頃やってたポケモンのゲームで、単純にかっこよくて好きだったので今も好きですね。こんなでかいんだっていうのがまずチゴラス、プテラ、プテラ。岐阜県博物館は夏休みの自由研究に活用してほしいとしています。展示会は10月27日まで開かれます。